ここが好きだよ日本人へようこそ。小学生の習い事といえばどういったものを思い浮かべるでしょうか。水泳、ピアノ、塾、英会話などたくさんありますよね。子供によっては習い事をしていない子もいれば、1週間毎日のように習い事をしている子供もいます。そんな習い事の中に、日本ではメジャーなものでも海外では驚いてしまう習い事があるのです。今回はそんな外国人にとって不思議な習い事をお伝えします。こんにちは、僕の名前はエミル。チェコ出身の12歳だよ。一昨年学校から帰って勉強をしていると、ママに話があるって言われたんだ。なんだろうと不思議に思ってリビングルームへ行くと、ママが、パパの仕事の都合で日本へ引っ越しすることになったの。日本へ行くとエミルは転校しないといけないし、お友達とあまり会えなくなるわ。ママと二人でチェコに残ることはできるけど、どうする？と言われた。僕は日本という国を知らなかったから怖かったし、友達と離れるのは寂しかった。そもそも言葉が違うから、友達ができるかわからないし、一人ぼっちになったらどうしようって不安になったんだ。いっぱい考えたけど、やっぱり家族が離れ離れになるのが一番寂しいって思ったんだよ。いつも忙しいけど、休みの日には一緒にサッカーをしたり、遊園地に連れて行ってくれるパパのことが大好きだから、日本に一緒に行くことにしたんだ。ママに伝えるととても嬉しそうにしていて、ママもパパと一緒に行きたかったんだって分かって、3人一緒に日本に行くことにしてよかったと思った。引っ越しまでの時間はママと一緒に日本を紹介している動画を見たり、日本語の勉強をしたり、日本のことを知るにつれて少しずつ日本へ行くことが楽しみになっていったんだ。あっという間に時間が過ぎて日本へ行く日になった。その時僕は10歳だったから小学校4年生に転入することになったんだ。初めての登校日はすごく緊張したよ。先生に連れられて教室に入ると、同級生のみんながドブレーラーノと大きな声で言ってくれてびっくりした。ドブレーラーノは日本語でおはようという意味で、チェコから僕が転入してくることを知ってみんなで練習してくれたんだって。僕はみんなが僕の国の言葉で挨拶してくれてすごく嬉しかったんだ。僕を歓迎してくれているって思えて一気に緊張が吹き飛んだんだよ。僕は日本に来る前に一生懸命練習した日本語で簡単な自己紹介をすると拍手喝采。みんなの笑顔を見ていると、僕が通っていたチェコの学校と同じなんだと思えてきて、この小学校に通えるのが嬉しくなったんだ。それから僕の小学校生活が始まった。最初はちんぷんかんぷんだった日本語も、先生や友達の話を聞いていると少しずつわかるようになったし、友達もできたんだ。同じクラスのゆうやは僕が日本でできた初めての友達。ゆうやは言葉がわからなくても身振り手振りで何度も話しかけてくれて、休み時間には一緒に遊ぶようになった。僕もゆうやも運動が好きで、最近ではみんなでドッジボールをするのにハマっているよ。楽しい毎日を送っていたけど、一番大変だったのは勉強。日本語を話したり聞いたりするのは少しずつできたけど、書いたり読んだりは本当に難しかったよ。ひらがな、カタカナ、漢字、もう僕はパニックさ。そんな中で算数だけは、数字は日本でもチェコも同じだし、僕はもともと算数が得意だったから自信があった。授業も理解できたし、問題も解くことができたから、テストの点数も他の教科に比べて高かったんだよ。
だけど不思議なことがあった。計算問題になるとゆうやがすごく早くて、その上正確で、テストもゆうやの方がいつも点数が高くて悔しかったよ。ある日、算数の時間にたくさんの茶色いコマが棒に刺さって縦に並んでいる、見たことのない長方形の箱が運ばれてきたんだ。なんだろうと思って振ってみると、コマが上下に揺れてシャカシャカという音がして、楽器かと思った。シャカシャカ振っていると楽しくなってきて、今が算数の授業だってことすっかり忘れて遊んでしまったんだよ。先生に、エミル、遊ばずに勉強しますよって怒られちゃった。先生は、これは振って遊ぶものではなく、ソロバンという日本の伝統的な計算道具だって教えてくれた。コマを上下させることで計算することができるんだって。先生がみんなにソロバンの使い方を説明していたけど、すごく難しくて、さっぱりわからなかったんだ。こんなよくわからない計算道具なんて使わずに、自分で計算した方が早いし、複雑な計算は電卓という便利な道具があるじゃないか。僕は算数が好きで計算も得意だから、こんな古臭い道具を使う必要なんてないよ。現代では使われていないソロバンをなんで僕が習わないといけないのか全く理解できなかったんだ。こんなものの使い方を覚えるくらいなら、もっといっぱい計算問題を解いた方が楽しいと思えて、ソロバンの授業はいつも憂鬱だった。いつも算数の授業は楽しくて好きだったのに、ソロバンの授業だけは全く楽しいと思えなくて、早く授業が終わってほしいとずっと考えてた。ふとゆうやの方を見てみると、ゆうやが信じられない速さでソロバンの駒を動かしていて、びっくりした。授業が終わるとすぐにゆうやの席へ行き、なんでそんなに早くソロバンができるの？と聞いてみたんだ。そしたらゆうやが笑顔で、僕、小学1年生の時からソロバン教室に通ってるんだ。ソロバンできるようになると楽しいよ。今度僕の通っているソロバン教室へ体験しにおいでよ、と言われた。ソロバンばっかりする習い事なんて楽しいわけがない。絶対に嫌だと思ったんだけど、ゆうやが絶対楽しいからって言うから、一度だけ一緒に行くことにしたんだ。ソロバン教室当日、ゆうやに連れられて教室に入ってみると、あちこちからカチャ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 という音が聞こえてきたんだ。周りを見渡してみると、僕よりも小さい子供から高校生くらいの制服を着た子まで、たくさんの子供たちがソロバンに夢中で、すごく集中していて唖然としちゃったんだ。すると優しい先生がやってきて、僕にソロバンを渡してくれた。ソロバンの使い方を一つ一つ丁寧に分かりやすく教えてくれたんだよ。まずは簡単な問題の書かれたプリントをもらって解いていると、初めはうまくいかなかったけど、何度も繰り返しているうちに、これまでよりも早く解けるようになっていることに気づいたんだ。コマを動かすだけで計算できるなんて、まるで魔法みたいだった。慣れてくると、どんどん計算するのが楽しくなっていったんだよ。あっという間に計算問題が解けるのが面白くて、いつの間にか時間も忘れて夢中になってしまった。エミル、とゆうやが大きな声で呼ぶ声で、やっと授業が終わったことに気づいた。この日は家に帰ってママを見つけると、興奮気味に、ソロバンを習いたいとお願いしたんだよ。ママは最初驚いていたけど、日本でソロバンに出会い、算数を頑張りたいと思っているのが嬉しかったみたいで、頑張ってやってみなさいって言ってくれたんだ。それから週2回ゆうやとソロバンを習うようになった。ソロバンを続けていると、どんどん複雑で難しい問題も解けるようになっていったんだ。すると計算のスピードだけでなく、集中力が上がったねって
パパやママに褒められるようになった。楽しくソロバンをしているだけなのに集中力も上がるなんて、ソロバンはすごいと思ったよ。ある時、ゆうやがソロバン大会に出場することになったと言われて、僕は出場しないけど応援に行ったんだ。ゆうやがすごいスピードでソロバンを使っている姿は本当にかっこよくて、夢中で応援したよ。ゆうやは見事3位、本当にすごかった。その後、高校生や大人も出てきて、すごいスピードで電子表示される数字を見て、ソロバンを使わず解いていったんだ。あまりのことに言葉が出なくなっちゃったんだ。だってソロバンも使ってないし、僕には電子表示の数字を見るだけで精一杯だったのに、それを計算できるなんて信じられなかった。思わず、どうやって計算してるの？まるで宇宙人みたい、と言うと、ゆうやが笑いながら、ソロバンを続けていると頭の中にソロバンが浮かんできて、それで計算するんだ。だからあんなに早い計算を暗算でできるんだよ。僕もあそこまで早くはできないけど、暗算はできるようになったよ、と教えてくれた。ソロバンを続けていれば暗算までできるようになるなんて、僕は嬉しくなったんだ。暗算が早くなれば算数の成績も上がるんじゃないかと思った。ますますソロバンにのめり込んだよ。あれから1年、今では頭の中のソロバンで複雑な計算問題を解けるほど上達した。今では僕の夢はソロバンの大会で優勝することさ。夢中でソロバンをしている僕を見たパパが、パパの同僚に暗算が早い人がいるんだけど、その人も小さい頃からソロバンをしているらしいんだ。仕事中、みんなが電卓を使って計算しているのに、その人だけは暗算でしていて、とても仕事が早くて優秀なんだよ、と教えてくれた。ソロバンは大人になっても役に立つんだって知って、ますます頑張ろうと思えたよ。算数の成績も上がったし、集中力も上がったせいか、他の教科の成績も上がってきて、勉強が楽しくて仕方がなくなったんだよ。はじめはソロバンなんて意味がないと思ったけど、今では僕にとって大事なものさ。こんな伝統的な計算道具があるなんて、日本は本当にすごい国なんだね。日本に来てソロバンに出会えて本当によかった。近年では電卓や携帯電話など簡単に計算できる道具が出てきたため、ソロバンを使うことはほとんどありません。ですが、小学生の習い事として根強い人気があるのがソロバンなのです。ソロバンは計算スピードが上がったり、暗算ができるようになるだけでなく、右脳が鍛えられると言われています。右脳が鍛えられることで記憶力や発想力も身につくのです。ソロバン教室には多くの子どもたちが通い、切磋琢磨しています。日本に来た外国の子どもたちにも、ぜひソロバンに挑戦してほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。